旨味の塊です。ちょっと表現の難しい美味しさ。イチジクとお肉、何よりもとっても美味しい。です。もういい光景でした。今日はですね、はい、お肉の中でも本当に絶品お肉ランチご紹介します、うん、早速ご覧ください。県内のグルメ情報満載、テレビだけでなく SNS でも情報をお届け。グルアジ、グルアジ、今回の舞台は宇部新川駅周辺です。今回はここから歩いて10分ほどのところにあるお肉料理が自慢のお店ご紹介します。伺ったのはビストロアマービレ、3年前にオープンしたお店です。こちらはですね、フランス料理の中のですね、アラカルトというものをたくさん、まあ、単品で頼めるお店なんですけども、特にお肉料理に力を入れております。で、今日はですね、ぜひその中でもジビエが私は特に おすすめしているお料理ですけども、今日はお召し上がりいただけたらなと思っております。ジビエ料理、私にとってあんまり馴染みがないんですよね、うん、どんなお料理が楽しめるのか期待しながら待ちました。こちらは骨付き鴨のコンフィ。コンフィとは食材を低温の油で時間をかけて煮た料理のことです。あ、これはすごい。口いっぱいに一気に甘みと酸味とコクが広がる感じ。柔らかいのはもちろんなんですけど、香ばしさの後に濃厚なバターのようなコクを感じるんですよね。ソースの味が結構ガツンとしっかりしてて、酸味と甘みを感じるソース、それにこの鶏肉の旨味が負けてない、2つともすごく美味しい、味がしっかりしてるから、これぐらい濃いめのソースがよく絡んでいて美味しいです。鴨肉最高です。鴨は特に今からの季節、最高の油をつけますけども、もともとですね、塩味も入ってますし、ガーリックも使ってあります。で、酵素も使ってありますので、そのまま食べてもいいんですけども、油を使った料理ですので飽きが来るというのがありますので、今回はバルサミコ酢をですね、使ったビネガーソース、そういったことで、油を使った料理なんですけど、さっぱり食べていただけるようにしておりました。どんぐりとかシイの実とか木の実を食べた鴨を好んで使いますけども、なのでちょっとね、バターのようなミルキーのようなイメージがあったと思いますけど、あれはどんぐりやですね、シイの実が持っているオイル感を、まあ、体に吸収して作った油の部分が、そういった風なですね、イメージをもたらしていると思いますね。つまり鴨が食べているもので肉質が変わるということらしいんです。しかしオーナーの在間さん、食材のことにすごく詳しいなと思ったら、納得する理由があったんです。私はまあ料理人でもありますけども、実は漁師でもありまして。そうなんです。オーナーシェフはレストランを切り盛りする傍ら、ジビエの魅力を発信する団体を立ち上げ、鳥獣捕獲や漁師の育成などの活動を行っているんです。漁師の活動に料理人の目線を加えることで、質の良いお肉を見極められるというわけなんです。特に鹿については、アヘンや鉄分もかなりの量を含んでいると思います。レバーに近いぐらい入ってますので、とっても体にいいんですが、何よりもとっても美味しいっていうのが、まあ、一番の魅力かなと思います。そんなとっても美味しい鹿肉が楽しめるランチメニューをご紹介。シェフの気まぐれランチです。
前菜と鹿肉料理で作るメインで構成されています。シェフの気まぐれランチの前菜です。もう前菜だけですっごく豪華なんです。真ん中にキッシュがあって、テリーヌも乗っていて、そしてリエットスープまで乗っています。どれも美味しそう。いただきます。うまみの塊です。お肉のうまみがギュッと詰まってる。味をどう表現したらいいのかちょっとわからないんですけど、圧倒的なうまみがあって、肉のうまみがあって、その中に甘みもあって、で塩味も感じるんですよ。日本でホルモンと言われるようなものが入っておりまして、今回はタンとハツが中に入ってます。まあ、いろんなものが少しずつ入ってます。複雑な味になるようにもともとしてるので、そういった意味ではちょっと表現の難しい美味しさかなとは思いますね。テリーヌはピスタチオの香ばしさもほのかに感じられるよう調理されているそうです。本当に複雑な味でした。美味しかった。この他前菜には自家製ベーコンとキノコとラタトゥーユのキッシュや、シシ肉と玉ねぎなどを練り込んだリエットなどが楽しめます。リエットは自家製のフォカッチャにディップしていただきます。肉の脂の甘い風味にシナモンの香りがプラスされ、口どけがよく、それはまるでバターのようでした。そしていよいよシェフの気まぐれランチ、メイン料理です。柔らかい、甘い、あれ？なんだろう、お肉自体もすっごく甘くて美味しいんですけど、外にかかってるソースも甘い、甘酸っぱい、なんか果実のようなフルーティーなソースです。あのソースはですね、イチジクを合わせて、煮詰めてですね、イチジクのソースにしてありました。イチジクをですね合わせた理由は、実際にはイチジクはしかも食べてますので、オーナーシェフ曰く、鹿などが自然界で食べているものを味付けに使うと相性が良くて、より美味しく仕上がるのだそうです。お皿にはイチジクの果肉も添えられていて、これがまた一緒に食べるととっても美味しいのだそうです。いただきます。イチジクのこのフレッシュな甘さがお肉の旨味をさらに引き立ててて、お肉だけで食べても十分美味しいんですけど、イチジクと一緒に食べることによって最高に甘くて美味しいお肉がもっともっと美味しくなる感じ。イチジクとお肉すっごく合います。もともと鹿のお肉はですね、とてもシルキーというかきめの細かいお肉なんですね。甘みとやはりその繊維の細かさ、ああいうところがですね、とても鹿肉の、特徴かなと。鹿肉の低温ローストは旨味を凝縮させるため低温で1時間半ほど加熱、さらに表面を強火で焼き、ブランデーでフランベして完成。ありませんね。もう僕もジビエ好きで、はい、本当に美味しそうだなって感じたんですけど、やっぱりそのジビエって自分でねこう買ってとかって難しいものがやっぱりあるじゃないですか、はいはい、けどこの財山さんの手にかかればジビエのいいところを引き出して
面白い組み合わせがいっぱいありますね。そうなんです、うん、あのシルキーっていう表現されてたんですけど、はい、本当肉の繊維が口の中に残らないんですよ。溶けるっていう表現が正しいと思います。食感は溶ける。でこのつぶつぶ食感の残っているこのイチジクと一緒に食べると、はい、このまた食感の違いがアクセントになって美味しいんですよね。面白いですよね。今まで私ねジビエといえばイノシシの焼肉とか しし鍋ぐらいしか食べたことなかったんですけど、こんなにいろいろできるんですね。なんか可能性を感じますねジビエの。いや本当にこのテリーヌもですね、上に乗ってるピンクペッパー、これが結構華やかな辛みがありまして、これがまた美味しかったですね。なんだかお店の雰囲気も相まってとっても楽しんでいただけそうですよね、うん、でも楽しかったですよ、うん、もうこのリエットも見た目とのギャップが激しくて、イノシシどこ行ったのって思うぐらいバターですこれは。本当にやっぱり牛とか鶏とか豚とかとはまた違うね、違う味わいがありますから、ジビエって魅力的ですね。です。釜のコンフィも骨がスッと抜けるぐらいとっても柔らかいんです。そうでした。バターのコクを感じました。皆さんもぜひジビエ料理食べてみてはいかがでしょうか。今回の情報もグルアジのインスタグラムアカウントで公開しています。おすすめメニューなど SNS 限定の情報もあります。ぜひチェックしてみてください。それではお店の情報です。ビストロアマービレは宇部市中央町宇部市役所から宇部新川駅へ向かう道の路地を入ったところにあります。営業時間はご覧の通りですが、完全予約制となっています。前日までの予約が必要です。ご注意ください。今日は絶品お肉ランチご紹介しました。グルアジでした。